はいどうも、小魚です。今回の動画は究極のレッドゾーン VS ボージャックをクリアした際の編成と立ち回りについて解説していきたいと思います。まず編成に関しては、やっぱりいつも通りの7周年の4コンビをリーダーに、サブがブルーコンビで、力の極デジ、技極デジで、3周年の極限した大極デジですね。そしてビルスイスっていう形になります。で、凸状況に関しては左から無凸、虹、無凸、無凸、一凸、虹っていう形になります。で、このボージャックに関しては全部で3戦あります。3戦あるので、1戦目から見ていきましょうか。まず1戦目に関しては相手は4体出てきますね。4人出てくるので、属性は極力、極技、極体、極地っていう形になります。でもここは正直言うことないっていうか、ほとんどないんですけど、一つ言うのであれば必殺ですね。4コンビのガード時でも13万ぐらいは食らうので、必殺の火力をちょっと気をつけた方がいいかなっていう感じですね。なのでダメージ軽減とか回避のキャラをうまく使いながらいきたいですね。ここはで正直ここに関してはノーアイテムとアクティブも使わずにいけると思います。なのでそれ以外、必殺以外は言うことないので、2戦目いきましょうか。2戦目は極地属性になりますね。で、ここで自分はウィス1枚使用して、4コンビと技の極デジを合体させました。で、技の極デジで必殺見極めとかしながらうまく立ち回っていくっていう感じですね。で、ここに関しても必殺は多分火力、1戦目から見ても火力はちょっと高いのかなっていうふうに思うので、回避のキャラとかをうまく使いながらやっていくっていう感じになりますね。で、相手も回避持ちなので、ここに関しては避けられると結構きついかもしれないですね。避けられすぎると、ただそんなに避ける確率は高くないのかなっていうふうに思うので、ここもね、そんなに苦戦することなくいけるんじゃないかなと思います。極地属性だけあって、4コンビの攻撃っていうのはどんどん通るので、ここはなので必殺食らわないようにしながら、力でご利用していくっていう感じになりますね。ということで3戦目いきましょうか。3戦目は回避もして、こっちのキャラクターの並びのロックもしてきますし、必殺封じもやってきます。で、このロックと必殺封じがめちゃくちゃいやらしいところ飛んでくるので、本当にここは結構きつかったですね、自分も。ここで自分は残り1枚ウイス使って、あとは4コンビフレンドさんの方でしたかね、4コンビと力の極ベジ、そしてブルーコンビをアクティブで合体と変身させて、で、クリアした時に3周年の合体はしなかったんですよね。しなかったので、それでもクリアはできるのでっていう感じでしたね。で、こっちも、回避とか必殺反撃は確か効いたと思うので、そこをうまく使いながらやっていければいいのかなっていうふうに思います。でも4コンビとかのアクティブとか使いながらガンガン削っていけば勝てるんじゃないかなっていうふうには思いますね、ここも。で、ウイス使えばフレンドさんのなんですけど、フレンドさんの7周年の4コンビに関してはウイス1枚で必殺とかも結構ねダメージ減らせていけたので、ここもウイスとかをうまく使えば結構いけるんじゃないかなっていうふうに思います。ただキャラクターロックと
必殺封じはマジで危ないです。危険です。なので、まあ、今回ちょっとさっくりとですけど、ボージャックに関しては、まあ、必殺の火力と3戦目さえ気をつければなんとかいけるんじゃないかなっていうふうには思うので、3戦目のロックとか必殺封じっていうのを、まあできるだけ食らっても大丈夫なように立ち回っていく。食らっても例えばリンクが合うキャラを多く入れておくとかをすればいけるんじゃないかなっていうふうに思います。でアクティブをガンガンやっていけばいけると思うので、今回はまあさっくりですけどここら辺で終わりにしようかなと思います。ということで、今回の動画が役に立ったよというふうに思っていただけた方は、ぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。